1560年発行の天体暦。天体暦とは、天体の運行位置、軌道及び天象を推算した予報を書き下した情報である。天文暦、暦、軌道暦、天文年間とも言う。現在、天体暦は、基本暦と主天体暦に分けることができる。基本暦は、天体の運動方程式を積分して得られる、天体の幾何学的な位置を扱い、主天体暦は、基本暦をもとに、座標変換や惑星光交差の補正等をして得られる、天体の視位置を扱っている。天体暦から、天測工法に必要な情報を抜粋したものを、公開年間という。天体暦は、太陽系内の天体の位置の様々な観測データを、もとに、力学的な理論予測がそれに適合するようにして構築される。よって天体暦は天体の位置予測だけではなく理論のパラメータとなる惑星の質量や天文単位の大きさなどを様々天文定数を同時に決定し、それらの情報源ともなっている。現代ではレーダーによる惑星の距離測定や惑星探査機との更新データの利用など近代的な手法の発達により、天体暦の精度はますます精緻なものとなっている。天体暦の力学的計算には長らく節動論に基づいた解析的な方法を用いることが主流であった。現在でもフランスの VSOP はこのような考えで作成されている。一方で近年はコンピュータの発達により、数値積分による大規模な計算が可能となり、数値的な天体暦が主流となっている。特に惑星探査機の運用に必要であったためもあり、このような数値的暦はアメリカとロシアにおいて精密なものが作られるようになった。NASA ジェット推進研究所のDEとロシア科学アカデミー応用天文学研究所のEPMがこのような数値的天体暦として代表的なものである。日本では2009年まで海上保安庁、海洋情報部から年間の主天体暦、天体位置表が刊行されていた。人工天体、人工衛星の軌道を事前もしくは事後推算した天体暦は専門機関によって計算されている。GPS 衛星自身も即位計算において必要とする事前推算の天体暦の情報を送信信号に乗せて放送している。また、事前推算の天体暦としてより長期間に適用可能なものも合わせて放送しており、こちらは GPS の使用書ではオールマナックと呼んで区別している。ありがとうございます。